松井明は、日本の官僚、政治家。第18代から23代千葉市長。北海道旭川市生まれ、広島県広島市育ち。前市長、荒木和成の姿勢で、尿房役を務めていたが、荒木が在職中に救世したことに伴い1977年7月10日の市長選挙に出馬し、初当選。以後、6期24年間にわたり、 千葉市長を務め、千葉都市モノレール、幕張メッセなどの都市基盤整備やロッテ球団誘致、政令指定都市昇格他に尽力した。また、荒木が中止させていた新東京国際空港の航空燃料パイプライン付設工事について、新東京国際空港公団の協力要請に応じ、貨物列車による航空燃料暫定輸送の見返りとして、市内2カ所の踏切の立体化や、 西千葉駅近くの国鉄跡地の払い下げを運輸省から引き出した。一方、当時成田空港問題対処に当たっていた自民党の佐藤文章は、これらの事柄については荒木存命中に、すでに政府、千葉市間で交渉が進められていたとしている。1977年9月14日に、松岩田村元運輸大臣、大塚茂新東京国際空港公団総裁と、 ジェット燃料暫定輸送の協定に調印した。田村運輸省は、大塚くん、松井市長に頭を下げろよ。この人のおかげで開港できるんだからなと言い、開港の目途がついた、大塚空港公団総裁は、大喜びで松井と握手を交わした。2001年退任、2002年くん二等随報賞受賞。ありがとうございます。